で、今日はね、まだちょっとね、仮オープンというかね、そういう感じなんですけど、視聴者さんからね、金の無駄遣いじゃないのかと、この辺に建ててもっていう部分が、公園の名所募集中だって、管理棟名所募集中、まだ何もできてない状態からできたと、先がね、気になるんですけど、今のところなんかこの古墳みたいなのしかない。北中瀬駅前のね、ブランチっていう場所に来ました。今日はね、この場所じゃないんですけど、まあこの周りね、すごい開発されてあって、いろんなね、商業施設が、できてる中なんですけど、今日はちょっとね、こちらから少し離れたところに、仮オープンというかね、最近テレビでもちょっと話題になった気になるエリアがあるので、ちょっとそこをね、ちょっと 今から歩いてちょっと距離あるんですけど、ちょっと行ってみようかなと思います。はい、今日のね、場所がこの今ブランチさんからずっとね、まっすぐ行ったところにつながる場所なんですけども、このずっと先ですね、ちょっと距離があるのかな、ちょっとわからないです、初めてのとこなので、ちょっと行ってみようかなと思います。あるんですけど、本当先ほど言ったブランチさんからすごいすぐに近くです。徒歩5分以内、2分で行けるのが走ったら1分ぐらいです。で、今日はね、まだちょっとね、仮オープンというかね、そういう感じなんですけど、ちょっとね、歩いていこうかなと思います。で、まあ、なんかね、テレビでだいぶね、ニュースになったりしたんですけど、視聴者さんからね、金の無駄遣いじゃないのかと、この辺に建ててもっていう部分があったりね、こういうそういう施設とか、ね、たくさんできてるんですけどね、無駄遣いじゃないかとか、なんかいろんなね、話を結構 DM でね、だいぶあったんで、行ってみてくださいってことで今日行ってきました。無駄遣いじゃないのかと、ちょっとまだわからないですけど、どういう感じなのか、ちょっと行ってきます。12月1日、見晴らしの丘管理棟オープンということで、ちょっとね、行きましょう。なんかちょっと先ほどの、ね、ブランチさんとちょっと作りが似てるような、管理棟オープン12月1日、こういう感じです。まあ多分中取ったら多分またいろいろと面倒くさいので、面倒くさいのとチェックされて絶対バンされるので、外側から行きましょう。管理棟ね、どういう管理棟なんだろうね、ちょっと図書館のようなね、感じでもあったりします。ちょっと見ましょうか。どういう建物なのか。公園の名所募集中だって。管理棟名所募集中、まだ何もできてない状態からできたと。で、地図もマップもありますね。どういうやつなんだろう。シェアスペース、シェアスペースあったりとか、まあなんかそれぞれの目的があってなのかな、なんか本当図書館みたいな感じです。じゃあちょっと見ていきましょう。クリスマス、なるほど、こういうイベントやったりする施設、場所なのかな。ちょっとぐるっとしていきましょう。まだ何もないんですけど、芝があったりとか、まあ、木が生えてたりとかするんですけど、本当にまだ公園ですね。なんか大きい建物があるっていうわけでもなく、たくさんね、まあ、一つだけ管理棟があります。まあ、なんかこれからね、本当に開発して
行ったら面白いのかなとか、このね鉄道山陽本線というかその貨物ターミナルに入っていくねこの貨物とかが見えたりするので、なんかねうまくこの操車場跡地だけあってなんか JR さんとなんか有効活用できたらいいのかなってすごい思うんですけども、本当に多分ねまだこれからね開発段階でこの先がね気になるんですけど、今のところなんかこの古墳みたいなのしかないですね。古墳というかこの丘のようなね。であとまあ鉄道が見えるっていう感じですね。だから僕的にはやっぱりその鉄道公園みたいな感じでやってくれたらすごい嬉しいんですよね。京都のあの鉄道博物館の手前前にあるあのなんとか公園っていう、はい。でちょっとねなんか立ち入り禁止だったりしてるので、まあ、この先には入れないですけど、結構ねなんか鉄道が見えたりとかしますね。なんかでも本当この辺でなんか触れるとかいうかなんかねなんか廃車になった列車とか置いてほしいなっていう、またこれも管理費いると思うんですけど、なんかねちょっとね期待 してしまうんですけど、で本当にちょうどねこのこっち側にこのブランチさんがあります。で、まあ、本当にこの商業施設から、こっち側に入ってこれるんですね。ブランチがでかくなったみたいな、感じなんですかね。ちょっとねここ道入れそうな、これはいいんじゃないですか。先ほどからね子供さんとかすごい多いんですけど、まあその電車が来るたんびにねあの電車来たよっていうようなね感じで叫んでたりとかしてるんですけど、これはなんか本当にうまく使えばいいんじゃないかなっていう個人的にはすごい思うんですけどね。だからこの来年、再来年ぐらいにね、その今までここで走ってた列車がね、順次なくなって新しい車両になるんですけど、まあ、そういうね、いらなくなったやつとかをなんかまあこの辺とかね、置いたらいいんじゃないですか。で、まあちょっと入場料っていうか、電車なんか入るんだったら入場料みたいな感じで取って、そこから整備したりとか、ね、いいんじゃないですか。はい。ね。ゴミ、動物の糞は後始末しましょうって岡山市って書いてあるんで、まあ岡山市がね管理してるんでしょうね、はい。でまだねこの仕切りの向こう側はまだ建設中でございます。この先のねドームにつながるような感じで建設してるのかな。で多分ここに商業施設できたりとかいう感じになるのかな。はい、まあなんかこんな感じでお届けしました。まだちょっとね開発段階なので、まだ無駄遣いなのか無駄遣いじゃないのかちょっとわからないですけど、まあなんかすごい期待はしつつ、皆さんはどう思ってるのか、ちょっと考えていただきたいなと思います。まあね、岡山駅からちょっと、まあ、電車乗ってこの北長瀬駅にやってきて、買い物したりとかするんですけど、なんかね倉敷駅にあるアリオみたいななんか対抗してるようなね感じもするんですけど、はい、ぜひ皆さん興味があったら、一度
訪れてみてください。駐車場もね、お金取るんですけど、なんかそんなに高く100円とかだったような感じがしますね。はい、それでは現場から以上でございました。ブランチさんにはね、こんな感じで、出入りできます。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。